こんにちは。こんにちは。恒例の社内インスタライブ始まりました全然恒例じゃないんですけど、でもなんか俺この空間意外と好きで、まあまた用事があるまでのちょっとした時間なんですけど、ちょっとこう一瞬でも曖昧までもなんか顔を見せていけたらいいなと思って。そうそうそう、あと家だとすげえダラダラした自分になっちゃうんだけど、外に出ると思うとなんかこういろんなことが能動的になって、インスタライブじゃあやってみようとか、これやってみよう、あれやりたいな、あれやってなかったなとかすごい思い浮かぶんでね。だからちょっとインスタライブって、これ誰かわかんないね、これここまで。でなんか全然普通に外なんでっていう。なんかいいね、車の中はいつもサングラスかけたりするんですけど、この間車の中から放送した時もサングラススタートでして、そうそうそう。あれ今日何曜日だ、今日何曜日でしたっけ。今日何曜日だっけ。うわ好きやね、ありがとう。若干控えてるね。今日木曜日、木曜日この時間からありがとうございます、見ていただいて。2時ちょうど今お昼とかなのかな。 It's Thursday. Okay. Thank you. Is this lunchtime or something like that?いや今日は金曜日で嘘でしょ、どっちですか。まあでも平日ってことだよね。曜日の感覚がね、やっぱこの仕事してるとね、わけわかんなくなるんですけど、ご飯食べ終わった、仕事の休憩中。ああよかったっす今から子供のプール。なるほどね。もうすぐ学校始まる。あ今日4月1日学校始まるんですよ。今日そういう人もいますよね。だから今日から4月になりましたね、皆さん。ウィッス。4月ってことで。主婦の方もたくさんいるので。なるほど。これから夜勤ですって。これ、あ、夜勤ってこの時間くらいの。なんか雰囲気違うよね。多分それはサングラスのせい。眩しいのよ外。いや別に何話すわけじゃないんだけど、エイプリルフール嘘をつく派ですか。つくか。つきたい派です。もう結構好きなんで。ちょっとでも今インスタライブでエイプリルフールの話をそっちから言われるともう嘘つきづらいな今からバイトの面接だ、頑張ってね。そうっすね。トゥトゥトゥ、髪ね染めてないんだけど、なんかどんどん茶色くなってきちゃったそう、日に浴びると明るいよね髪の毛、ちょっと伸びてきたしね。そう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 はい、桜、まあ道歩いてたり、それこそ車で運転してる時に、ああ桜だっつって見たりしますけど、
そんなに花見とかはもちろんできてないですし、立ち止まってなんかこうっていうのはあんまできてないかな。そう、あれメモちゃえるのかな。トゥトゥトゥ、全然疲れてないです。今でも目の前にあの人が歩いてて、ちょっとインスタライブやってるのをバレないようにしたいからちょっと隠しました。そう、なんかインスタライブってどんなことしてほしいとかありますか？インスタライブでこういう企画っぽいことやってほしいとか、まあとにかく何でもいいから、とりあえずこういう無駄に少ない時間でもいいからなんかやるか、それともなんかちょっといろいろやって企画っぽい感じでやるとかかな。なんかアイディアありますか皆さん。ファンとコラボ、泉を呼んで、じゃんけん、スクショタイム。あ、俳優さんとコラボね。これな、コラボできる有名人あんまいないな。コラボだよね、多分コラボ多いよね。で、山田裕貴とかいるけど、忙しいのあいつマジで。で、吉沢亮はやってないのか、インスタやってるっけ。亮君も忙しいし、みんな忙しいの今本当に。ゆるい雑談でもいい、質問コーナーとかね。確かじゃんけん、じゃんけんっていうの意外と多いんだけど、質問答えも。そうか、カラコンはしてません。そうか、コラボ、質問コーナー、ムロさんと飲みながらね、飲みながらインスタライブ。わあ、まあ全然大丈夫ですけど、飲みな、これ一人飲みとか、家で飲まないんで酒は、完全に晩酌とかしないタイプなんで。だからちょっと、うん、今と全然やっぱもう飲みに行かなくなっちゃったし、そうすると家でも飲まないし。ヘアメって何？ヘアメしてるとこ見れる。ヘアメイクとか。アイクさんとのコラボね、エクサブロさん。佐藤健さん。健さん俺も仕事でもプライベートでも会ったことないですね。え、もしかしたら、多分絶対そうです。確かに、でも、いいっすね。育三郎さん、室さんとかは、すごい、やりやすそうな、安心してできそうな。お料理。ああ、子孫でね。シソンジュンね、確かに結構インスタ活発にシソンくんやってるよね。歌ってほしいかも。あ、エクサブローさんってね。そう、社会人になった娘におめでとうお願い。おめでとう、社会人、これからいろんな人生が待ってます。楽しんで。Sending a lot of love to you. Thank you. あ、福原遥ちゃん。事務所ね。確かに、事務所内のものとかもいいね。芸人さんとコラボ。わかる。だからさ、なんだかんだコラボが、いいよね。かすみちゃんね。かすみちゃんも今ドラマ始まるよ。だから忙しいと思う。いろんな人とコラボね、ちょっとコラボ考えとかないと。マジで気軽に誘える人がいなくてさ。
コラボ、お酒飲みながらみたいなことと、あと質問コーナーかな。 OK。 あと完全に俺が一個思うのは、完全に俺が英語を教えるみたいなだけの時間とかどうかなって思ったりする。あ、太一くんとかもね、確かにいるね。でも最近ほんと友達っていう友達に全然会えてないんで、なんかいきなりインスタライブやろうよみたいな方と一緒に会ってて、そのノリで話せる、会ってれば、対面してればなんかこうインスタライブやろうよってなるかもしれないけど、わざわざインスタライブやろうよっていうのが恥ずかしくて言えないですそうそうそう、うん、そんな感じですかね。ティッ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 、英語ファイベで、うん、Repeat after me ってやってほしい。私のコメント読めますか？読めますよね、英語だって。英語ってもうほんとどの年代の人にも使うじゃないですか。学生さんもちろん受験勉強使うよとか、あとは大人の方も、英語って身につけるとすごく幅が広がって、情報量がたくさん多くなるし、しかもなんか、まあ、英語喋ってる人かっこいいなみたいなっていう、なんか日本人の認識もあると思うから、なんかその英語喋るだけでちょっと一歩有利みたいな、自分自身にもつながるのかなって思うので、なんかでも時間かかるのは確かなんですよ。英語って、語学って、別に1ヶ月2ヶ月半年1年でできるものではなくてですね、やっぱちょっと数年かけて徐々に伸びていく。なんかよく巷で1ヶ月で数ヶ月でみたいなのあるんですけど、伸びるんですけど、みんなが想像してるペラペラとはとほど遠い。その2ヶ月やって確実に伸びるんですけど、伸びたものを何ヶ月もやることによってもっと伸びていくよねっていう、そうなんですよ。でもやらなきゃ始まらないです。始めると進んでいきます。これだけは事実なので、ぜひやってみたらいいかなと思います。福士蒼汰とオンライン英語テスト対決したい。どういうテストがあるのでも僕別に今全然英語の勉強できてなくて、中の中ぐらいなんで全然ですけど、発音は教えられるかな。っていう感じで、まあ英語を教えるのは自己満っぽいんですけどちょっとそういうのもできたらいいなって思いながら、あとはいろんな人のコラボ、ちょっとゆるっと家で酒飲んでるところとかですかね。ということで、ちょっと行ってきます。バイバイ恥ずかしいね、やっぱりね、これ。じゃあねー。